スーツの、マージンがお送りしますリーダーの身だしなみ、始まりました。この番組はですね、私オーダースーツを提供しているマージンという会社へ、私はですね、ビジネスコーディネーターとしてお客様の見た目を変えることでお客様の仕事の成功を演出するような仕事をしております。で、身だしなみを変えるようなことを仕事としておりまして、まあ、そういうような身だしなみを変えることがビジネスの成功を演出できるというような情報発信のラジオとして始めさせていただきます。で、まあ情報発信のラジオではあるんですけれども、まあ、自分の友人であったり仲のいいお客様だったり経営者のお客様を紹介してもらってインタビューをしていこうというような内容になっております。で、今日はですね、ゲストに来てもらいまして2人来てもらいました。素敵なゲストに、じゃあ自己紹介からお願いします。はい、飯野正和です。SE をやってます。よろしくお願いします。 SE、 はい、SE ですね。プログラムに近いかな。はい、私昨夜の優斗と申します。現在は物流関係の仕事を携わっております。よろしくお願いします。の、飯野昨夜さん、2人のゲストを呼んでやっております。何分ラジオがですね、初めてなものでちょっとこうお聞き苦しい点もあるかと思いますが、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。はい、まずじゃあ自己紹介からいきましょうかね。あ、今どういう仕事やってるのかとか。ああ、はい、なるほどなるほど。いいの探りはい、SE をやってるんですけど、 SE って結構聞き慣れない言葉なのか、うんうん、もう最近は結構聞き慣れる言葉なのか分かんないですけど、システムエンジニアの略で SE って言います。システムエンジニア、そうですね。で、まあ僕自身は結構プログラマー中心な感じで、うんうんうん、まあ、Java とか使ってて、オーダースーツの、マージンがお送りしますリーダーの身だしなみ、始まりました。この番組はですね、私オーダースーツを提供しているマージンという会社へ、私はですね、ビジネスコーディネーターとしてお客様の見た目を変えることでお客様の仕事の成功を演出するような仕事をしております。で、身だしなみを変えるようなことを仕事としておりまして、まあ、そういうような身だしなみを変えることがビジネスの成功を演出できるというような情報発信のラジオとして始めさせていただきます。で、まあ、情報発信のラジオではあるんですけれども、まあ、自分の友人であったり仲のいいお客様だったり経営者のお客様を紹介してもらってインタビューをしていこうというような内容になっております。で、今日はですね、ゲストに来てもらいまして、2人来てもらいました。素敵なゲストに、じゃあ自己紹介からお願いします。はい、飯野正和です。SE をやってます。よろしくお願いします。 SE、 はい、SE ですね。プログラムに近いかな。はい、はい、私昨夜の優斗と申します。現在は物流関係の仕事を携わっております。よろしくお願いします。の、飯野昨夜さん、2人のゲストを呼んでやっております。何分ラジオがですね、初めてなものでちょっとこうお聞き苦しい点もあるかと思いますが、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。はい、家具ですね。家具の出荷準備だったり、そちらの伝票の処理だったりをメインに行っていまして、特にやはりうまく流していくことっていうのはまだまだできていないなと思っております。仕事に対しての気持ちまで機械オペレーターだったのがそうですね、移動になって、はい、同じ会社の中でそういうセクションがあったわけですか。そうですね、他にも結構な人数が移動になったようで、その中でも自分男でなので、うん、結構女性が多い職場で、機械オペレーターであれば、まあ、女性もに行っていただいて、その物流とか力を、でも力仕事ですかね、を男でやってもらいたいということで、そちらに。じゃあ、一気に機械オペでいた男性社員だったりが、はい、物流の方そうですね、主にそっちに応援だったりとか、そういう形で今、回ってきて。自分は移動という形で、完全にもう物流という形になってます。それぞれ仕事を始めてどれぐらいになるんですか、飯野さんから。うん、僕は、
大体2013年の末ぐらいに始めたんで、うん、なんで、まあ、5、6年ぐらいですね。うん、昨夜の反応からは。そうですね、今回の物流と以前にも少し勤務してたことあったんですけど、うん、まあ、約1年弱ぐらいですかね。まだそこまでこなえてないです。まあ、あの聞いてる方の中ではあのこのラジオ始めて、あの、はい、収録一発目なんですよ。あの放送日はね、もしかしたらあの他のところで入れ違うかもしれないですけど初めての収録って中で、はい、あの自分の友人を呼んでおりまして、この2人は、はい、小学校からの友人で、でもう長い長く付き合っててね、いろいろ知ってるわけなんですけれどもあのじゃあそれぞれこの仕事についた経緯なんかも簡単に聞いてもいいですかね。はい、僕あ、イーノの方はですねイーノさんから、はい、SE の方はですね、あの元々中学校の時とかにネットゲームとかすごいやってたんですね。うん、それであのタイピング、パソコンのあれキーボード、あ、そうですそうです、そうです、ね、はい、それがなんかネットゲーム、まあ、MMORPG っていう戦うやつで、 MM アルファベットで MMORPG、 あ、そうですそうです。何の略、何の略なんだろうよくわからないけど、うん、難しいっすね。なんかわかりやすく伝わる方法あります？ MMORPG って何なんですかって人が聞いてる人でね、何だろう、なんか普通にその街中をキャラクターが走り回らせるんですけど、うん、その中にまあ敵とかがいるわけですよ。で、そいつをクリックするとこうなんか棒でぶん殴ってみたいなで、その敵を倒していく、で、レベルを上げていくみたいな、そのまあ RPG のなんだっけ、現代、うん、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、現代風、うん、あ、現代風 MMORPG ですね、うん、やってたのは、うん、じゃあ、あの今こう過ごしてる環境と近いような雰囲気の場所で、はい、敵がいてみたいな、うん、ああ、そうそうですね、それにハマってそうタイピングが速くなったそう、敵と戦いながらなんかチャットみたいのをするんで、うん、で、まあ、その間にこうやっぱりいろいろ早く打たないといけない、うん、会話をしなきゃいけないとかっていう中からタイピングがだいぶ速くなって、うん、じゃあタイピングを活かして仕事をしたいなと。へえ、タイピングをじゃあ、はい、それきっかけで IT、うん、まあ、SE っていうシステムだから IT 業界に、うん、そうですね、うん、へえ、じゃあ別にパソコンに興味があったとかなかったじゃなくてタイピングがもう本当そこにつきますね。まああとはやっぱ SE ってなんかかっこよくないですか？現代みたいな感じがしたんですよね、当時は。これからね、うん、大事になってくる仕事のようだよね、うん、まあ、実際働くとなんかパソコンの前でやっぱりプログラムとかずっと書いてたりとか、うん、結構地味な仕事ではあるんですけど、うん、まあ、入んないと分かんないけど、うん、とりあえずかっこいいなとかっこいいですか、うん、慣れたらかっこよくねから始めた感じですね。SE ね、また後ほどちょっと聞いていこうと思うんですけど、はい、じゃあ作山さんなんかは今のこう機械オペレーターだったり物流の仕事に就いた、はい、なんかこうきっかけとか。そうですね、一回そのいろいろな会社を受けてる時に、うん、その体験入社みたいな形でその機械に触れさせてもらったことがあって、うんうん、でその際にですね、もう結構黙々ともう職人のような、うん、もうノギスを使って物の狂いがないかとかそういうのをすごいチェックして、ノギスっていう、そうですね、まあ定規じゃないんですけど、まあ、そういう物の大きさをミリ単位、もっともっと細かくですね、マイクロ単位っていうんですかね、ちょっとも、ものすごいちっちゃいレベルすごい微妙な差をこう埋めなんていうんですかね、狂いなく合わせて正確に物を作っていくっていったところにちょっと感動して、うん、感動しまして、うん、でこういうなんていうんですかね、集中して行えるっていうのはやっぱちょっと向いてるかなっていうのはあって、で仕事も結構じゃあ一人になってるとかことが多い仕事ですか？
ですか？そうですね、機械オペレーターで行う際は結構一人でその機械と向き合って、機械がエラーが鳴るんですけど、そしたら音とかも鳴るんでそこに行って対応するっていう、ある程度の、まあ、修理じゃないですけど、そのエラーを直すっていうことを行うという形ですかね。あと出てきた商品をこう一つ一つ、まあ、極力丁寧に見て、おかしな点はないかっていうのをチェックして、それを流していくっていう形でしたね。さっきちらっとこう出た、まあ、結構そう集中してやるってことが自分に合ってたのかなっていう話、はい、まあ、すごいこの3人で仲良くやってる部分で、はい、分かるところがすごいあるんですけれども、まあこう、まあ、いいのくにしても多分タイピングに集中してそれを深めていった感じで、で佐久山くんにしてもこういうきっかけがあって、でそれに結構集中してやることが自分に向いてるかもって思ったっていうところが、まあ、すごくこう、はい、この後一回 CM 挟んで聞いてみたいななんて思うので、はい、まあ、仕事に集中することとか一つのことを伸ばすってことがすごく面白いことだと思うので、まあ、この後楽しい話伺っていきたいと思います。ぜひ続きよろしくお願いします。お願いします。一旦 CM です。ドリップはい、よろしくお願いします。引き続き、飯野くん、佐久山くんに伺っていこうと思うんですけれども、まあ、この番組は趣旨としてはテーマのリーダーの身だしなみというぐらいなので、はい、洋服に関する知識とか、まあ、知識あるない別にしてこう洋服に対してこう身なりを整えるっていうことは仕事を有利に進めるっていう、まあ、仕事を僕はやってるわけなんですけれども、まあ、なんかそんな話別にしてもしなくてもなんですけど、まあ、最後の方をちらっとこう伺う可能性もあるかもしれないので、どしどし大した答えが出るかわかりませんけどもまあまあじゃあ集中してやっていく仕事を、なんていうんですか、こうあれもこれもやって中途半端に終わるより一つのことに集中してやっていって、それが今こうビジネスにつながるっていうのは今現代にすごく合っているのかなって、ジェネラリストとスペシャリストってあって、ジェネラルっていろいろできる人、汎用的な、まあ便利な、で集中してスペシャルにこう1個のことに集中できるって人はこれからこうこれからの仕事、ビジネスのスタイルにすごくこう合ってるようなこう話をね、いろんなところで聞くんですけれども、なんかこうね、酒山なんかは新しいことをこう、ね、好きなこと結構集中してるから、もうちょっと簡単な話にすると、映像編集とかがすごく上手で、僕ら3人で遊んだ時のこう映像なんかも編集一つのね、話っていうか、その時の回みたいなのにまとめてくれるのが楽しくね、こう今の自分の仕事の中で何かこう集中して伸ばしていった先にどういうこうことをやっていきたいとか、こういうことできるんじゃないかなとか構想だったりとかあったりするんですか？そうですね、今現在物流で働いてますけど、集中して、まあ、物事を行うことっていうのはまあ当然大事で、やはり相手方に間違った品物が届いてしまったりとかですね、この間あったことなんですけど、まあ、ちょっとしたトラブルなんですが、ちょっとやっぱり物が違うのが届いてしまって、ちょっとクレームじゃないですが、ちょっとそういう対応もあって、お客さんのところに要望じゃないものが届いちゃった。そうですね、物が別のものが入っていたということで、そんな大変だ、はい、はい、処理が結構大変で、もう結構自分たちは結構言われちゃったんですけど、まあでもやっぱりそういったミスを極力減らしていくっていうことと、やっぱりこういった先にやっぱり慣れてくるの怖いんですけど、ただ慣れてきて、そしてかつ早く行っていくことで、より円滑に、なんですかね、もっと取り扱う商品が増えたりとか、ここの業務の成績というかですね、信頼も置かれて、最終的にもう扱う商品もあそこに任せれば大丈夫だろうということで、信用みたいなところが、そうですね、そういうのが増えていくかなと
思ってますね。今自分はあのフォークリフトの免許とかちょっと持ってないので、持ってるのかな今後そういうのも取って、ね、もっともっと伸ばしていってその例えば誰かちょっともう疲れてるとかっていう時に、うん、もう交代してやっていけるようにしていければっていう形ですかね今。いい話ですね。あの慣れるって怖い、うんうん、あのだんだん仕事って慣れてくると、はい、あこここうやらなくてもいいんだなとか、ここちょっと端折っても別に支障出ないっていうのってこう人間のすごい弱いところでできてきちゃうと丁寧さに欠けてしまう。そうですね。でスピードを上げつつクオリティを落とさないってすごい難しいっていう、うん、そうですよね。でもあの楽天の会社のスローガン、企業理念、うん、スピードスピードスピードって書いてあるだけで。そうなんだ、SFS スピードだけとにかく、でももちろんその中にはね多分丁寧さとか商品のクオリティを下げないってあるんだけど、やっぱこうお客さんに手元にとにかく早く届くとか仕事の処理の速さっていうのが信用を生むっていうことを多分考えてるんだと思うんですけど、すごく大事なことですよね。慣れてくるところに丁寧さを足していくっていうのは、うん、それができて一人前かなと思ってます。なるほど。飯野さんなんかは今後こう、はい、今の自分の仕事の今回テーマ集中って感じにしたとして、はい、こう集中してやっていくことにの先にこう見えてくるものとか、うん、展望とかあったりするんですか。そうですね、集中すること、まあちょっと集中とは離れちゃうんですけど、うん、例えば今の物流の話とかで、まあ、結局スピードを出してただ品質は保らないとお客様からクレームが来ちゃうし、うん、っていう部分ってどうしてもこうスピードスピードスピードってやるとあのヒューマンエラーっていうか人間の人為的ミスがすごい発生しやすい状況が生まれると思うんですよ、うん、なんでそういうのを、まあ、システムの力で、うん、まあ、改善していくっていうことができるのが、まあ、一部の SE の仕事だと思ってるんですよ。なるほど。今ってあの RPA とかそのロボットオートメーションみたいな RPA ですね。 PA、 はい、ロボットプロセスオートメーションかな、はい、ロボットを使ってあ、そうですね、オートメーションが自動化、はい、自動化をしていく。で、まあ、機械に合わせると何がいいかってあのヒューマンエラーみたいなものが起きないんですよ、うん、同じアルゴリズムで、まあ、同じ処理を行っていくので、うん、なんで簡単な作業を人間が繰り返し繰り返ししてる作業とかあるじゃないですか、うん、あの交通費の申請だってそうだし、あで、うん、ちょこちょこ間違えたなって今思うとね、そう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 、最短経路ってどこなのってさちゃんと調べないと分かんないけど、はい、でもいくらでもこう申請もできるし。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。はい、ちょっと一回CM が入った CM が入ったことね、はい、はい、まあロボット、はい、オートメーション化の話で、そうですね、 RPA っていう技術なんですけど、うん、でまあちょっと繰り返しになっちゃうかな、ちょっと分かんないんですけど、うん、あのまあ、例えば交通費の申請とかをするのにどこの駅からどこの駅まで行きますっていうのを総務部とかに大体送ったりすると思うんですね、うん、でその中でじゃあその駅、あ、出発の駅から到着の駅までの最短経路の経費を
まあ、交通費を申請したいっていうのを、うん、まあ、RPA でオートメーション化しましょうってなった時に、まあ、なんか総務とか人がやると必ず、まあ、なんかいろんな経路があるんで、その経路の選択ミスだったりすれば、まあ、それだけで額が変わるので、まあ、ミスですよね。しかもその人がやるっていうことね、人件費っていうところもね、うん、そうそうそう、だからそこら辺をこうロボットにアルゴリズムを教えることで、こう最短経路とか、まあ、最安値とかのルートを調べて、で自動で何ですか、交通費の形状、まあ、とかまでしてくれるとか、金額の算出とかのね、はい、まあ、そういうことを、まあ、エラーなく失敗なく行わせていくっていうようなシステムとかもいろいろできてくるので、今そういうことやってらっしゃったりする。今はすいません、そういうのやってないです。でも、はい、まあ、今こう自分のね仕事っていうのがタイピング、ネットゲームのタイピングから始まって、2013年からだから5年の月日を経て、今ロボットにシステムを覚えさせて、そうヒューマンエラーをなくそうという、うん、素晴らしい。だから何でもロボットとかシステムとかにやらせちゃった方が、単純な作業に関しては、うん、もう本当エラーもないし早いし、1人で10人分仕事するの無理だけど、10個のシステム作っちゃえば10人分の仕事がスッと終わっちゃったりするんですよ。ロボットって疲れないですからね。人間と違うと朝一のね、ヒューマンはあんまエラー起こさないかもしれない。朝一逆に夜長かった人はね、朝一ヒューマンエラー起こす人もいるかもしれないですけど、基本的にはね、ロボットお酒も飲まないし、うん、時間帯によってのヒューマンエラーだったり、テンションとかね、気持ちのね、浮き沈みによってってことがないから、うん、まあ、おっしゃる通りで、ロボットができることに関してはロボットにやらせるっていうのは、今のすごく時代で大事なことですよね。まあ、それが論理的なものか物理的なものかによって、まあ、RPA はまあ結構論理的な部分なんですけど、まあ、実際のロボットを使わない。はい。あれですもんね、その物流とかもそのトラスコ中山さんという結構大手 の、 その工場を持ってるところでは、その機械で物を取り出して、それを人間の元に持って行って、そこで人間がその出荷の順、貼り付けだったりとか、そういう伝票だったりとかっていうのをつけるように、そのもう、なんていうんですかね、フォークリフトだったりとか、そういう人でやる必要がもうないっていうことも起こってるんで、仕事がでもどんどん自動化しちゃってるんですね。そういう中でやっぱり人がやんなきゃいけないなって思う部分ってあるんですか？うん、やっぱり複雑な判断とかってどうしてもあると思うんですよ。その複雑な判断、例えば、難しいよね。まあ、例えば100件何かをしなきゃいけないっていう要件があった時に、100件中99件は同じだけど1件だけ何か違う作業が発生するとするじゃないですか。そしたら100件のうち99件は同じなんだったら、99件はオートメーション化しちゃえばいいと思うんですよ。それで1件に関してはなんか人がこれがこうだからどれがどうだからっていうものをいろいろ情報を集めた上で何か判断をしなきゃいけないっていうものもあると思うんで、難しいな。そっか、はい、アルゴリズムとちょっと難しい。あ、そうそう、外れちゃう。だから結局そのオートメーション化するのにも工数が必要になるわけじゃないですか。そうだね、こう経験を踏まえて、その情報量で、そうホームページ作るんだったら1ヶ月とか2ヶ月とかかかるっていうふうになったら、その、まあ、RPA に関してもそうだけど、そのこのシステムを作るのに何十日とかかかるわけですよ。その中でそれだけ工数をかけて作る必要性があるものかどうかっていうものも判断して作っていかなきゃいけないんで、まあ、そういうのから漏れたものとかはやっぱりどうしても人間が判断とかしていかないといけないんじゃないかな。物流でもね、こういろいろありますもんね。こっちに直接届けるってシンプルなものもあれば、あ、そうですね、プレゼントだから一回こっち送っといてとか言ってこう、ね、工場間で動くものもあったり、直接お客様に届けるものもあったりで、まあ、その辺の処理っていうのは結構複雑なので、あと
その送り先によってもそのこういうふうにああいうふうにっていうその指示が出てたりするものが多いので、やっぱそういうのに対応していくにはやっぱりそこは人の手が必要かなとは思いますね。まあ機械化進む中でやっぱ人の価値っていうのがね残っていくし、まあそれも人が作ったものだし、まあ、集中の先にあるものとはみたいなそれでいいのかわからないですけどまあでも今日の話はすごく興味深い話が聞けて、またね、洋服のことに関してはまた後ほど次のタイミングがまたあればぜひそこにも入ってもらいたいと思います。はい、今回のラジオはですねこれで終わりますので、お聞きになっていただいた方、本当にありがとうございました。ちょっとこういろいろねうまくいかなかったのもあるかと思いますけれどもまあこれがYouTube でも今後動画を配信していきますので、ぜひそちらもご覧になってください。それではありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。